蘇医療センターだより医療技術臨床工学室についてお伝えします。お話を伺うのは、甲斐院長先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回のテーマが医療技術ということですが、はいはい、まずここ阿蘇医療センターの医療技術の現状について教えていただけますか。はい、当院阿蘇医療センターは平成26年の8月に新築オープンしました。はい、その際に高度な医療技術を提供できるという体制を整えてきました。うん、でこの高度な医療技術を支えるために、国家資格を有する31名の、専門技師がいますが、その専門技師の集団を医療技術部として創設をしました。その医療技術部の中に臨床工学士、臨床工学室というのがあります。でこの臨床工学室には現在4名の臨床工学士がいます。で4名の主な業務なんですけれども、医療機器の管理メンテナンス、それから人工透析に関わる仕事、それから新しい病院でできるようになりました急性心筋梗塞に対するカテーテル治療の、などを担っていただいています。特にこの急性心筋梗塞に関するカテーテル治療というのは、循環器の専門医2人の医師のサポート、それから医療機器の提供、それから治療前治療後の、患者さんへの、バックアップなどをしていただいています。医療技術部に関しましては、部長の穴井から、から臨床工学士に関しては、佐藤臨床工学士からお話を、させていただきたいと思います。それでは医療技術部の穴井部長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの医療技術部というのはどういった部署になるんでしょうか。はい、私たち医療技術部は、そもそも5つの専門分野に分かれております。はい、で医療の高度化、専門化が進む中で、それぞれが日々研鑽を積み、医療技術の提供を行っています。で私は放射線技師なんですけれども、放射線室には6名の技師がおります。で特に、その中でもマンモグラフィーや高磁場 MRI っていうのは、阿蘇地域にはここの阿蘇医療センターにしかないもので、地域医療の中核を担っているような次第です。でその他に、検査室というのがありまして、その検査室では、採血後の血液検査や心電図、心エコーなどを行っておりまして、特に血液検査っていうのは採血後すぐに、機材が整っているので、40分ほどで結果をお伝えすることができます。そうすることで、患者サービスにつなげるっていうような感じになっております。でその他ですけれども、リハビリテーション室では怪我や疾患後のリハビリを行っておりまして、また栄養管理室では入院患者様のバランスの取れた食事の献立指導や、あと月1回ですけれども糖尿病患者様の食事指導を目的とした糖尿病教室っていうのを開催しております。で、今回詳しくご紹介させていただきます臨床工学室っていうのがありまして、その臨床工学室っていうのは、人工透析において透析中の機器の調整や管理などを行う透析室担当っていうのがあります。それとともに、あと手術室、病棟において輸液ポンプなどの機器管理や調整、手術室でのサポートなどを担当する技師、合わせて4名おります。臨床工学士のお一人でいらっしゃいます佐藤邦明先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらの部屋には、たくさんの医療機器が並んでいらっしゃいます。普段こちらを中心にお仕事をされているそうですが、まず臨床工学士とはどんなお仕事なのか教えていただけますか。臨床工学技士とは医療機器のですね、病院の中で医学と工学の知識をですね、合わせ持った国家資格の一つになります。で病院の中では生命維持装置、これ人工呼吸器をはじめとした医療機器の操作や保守管理をですね、担当している職種となっています。こちらの医療センターには大体何種類、何台ぐらいのその医療機器があるんです
あの我々あの放射線の機械とかはまあ外してですね、はい、我々が管理しているもので300台近くあります。でその機械をまあ保守管理と、うん、またこちらの部屋でまあ貸し出し返却の業務を行っています。あの佐藤先生は、はい、不整脈治療専門臨床工学技師の資格も持っていらっしゃるそうなんですが、はいはい、これはどんな特性があるんですか？あの、まあ、不整脈治療ですね、の中には薬物の治療と、はい、まあ、薬物でない治療があるんですけど、うん、まあ、薬物以外の治療で、まあ、主に除脈の治療で、まあ、皆さん聞いたことあるペースメーカーという機械のですね、はい、まあ、管理などを行っているんですが、うん、まあ、当院ではあのそういう機械の植え込みの手術の設定からですね、うん、あとは外来でフォローするチェックですね、うん、そういうものを担当して、うん、まあ、患者さんがきちんとそういうですね動作をできているかどうかというのも見ています。そのペースメーカーであの、はい、つけていらっしゃる方っていうのは、はい、結構患者さんはいらっしゃるんですか？はい、まあ、阿蘇県内でも現在当院で管理、まあ、フォローアップですね、うん、している患者さんは60名近くいらっしゃるんですけど、うん、まあ、その中でもまだあの熊本市内とかの方にもですね、はい、通われている方も多いので、うん、まあ、地域ではかなりの人数の方がいらっしゃることになっています。はい、あの今そのペースメーカーもどんどん進化してきて、はい、あの遠隔でチェックすることもできるそうですね。はい、あのこれまでは外来チェックといって、まあ、病院に来ないとですね、はい、ちゃんと正常作動してるかわからなかったんですけど、うんうん、最近ではあのご自宅とか施設からですね、うんうん、データを送って、うん、まあ、我々が病院でこうデータをチェックできるというシステムがあるので、うんうん、まあ、高齢だったりとかですね、うん、あのご遠方の方なんかは、うん、そういう機能を使ってあの、まあ、外来に来る回数を減らしたりとかですね、うん、ことも可能ですし、うん、まあ、何か万が一トラブルが、うん、まあ、トラブルまでいかなくても設定を変えなきゃいけないような時も早めにですね、はい、あのアプローチができるようになってます。あのもう熊本地震からですね、はい、2年が経とうとしていますけれども、はいはい、やっぱりその一人暮らしだったり、ね、遠くにお住まいの方っていうのは、はい、なかなかその治療だったりやっぱり難しいところってありますか？はい、まあ、主に阿蘇医療センターが開院する前は、うん、こういうペースメーカーとか、まあ、それ以外の植え込み型除細動器というものもあるんですけど、うん、まあ、そういった患者さんは手術をするにも熊本市内まで行かれたり、うん、まあ、フォローアップをするにも熊本市内まで行って、うん、1日がかりで行ってたんですけど、うん、まあ、こちらの病院でもそういうものが今可能になったので、うん、まあ、あの、まあ、今はですね市内の方まで行かれなくても、うん、まあ、こちらの方でフォローアップとかも可能になってますので、まあ、もしそういう希望の方がいたら、まあ、先生に相談をですね、うん、一度していただければいいかなと思います。じゃあ今かかっている病院が阿蘇市の他にあっても、はい、その主治医の先生に相談して、はい、ね、あの 地元近くでそのフォローアップ、はい、そうですね、正常な機械動作をしているかっていう確認のため、まあ、そこの部分だけでも結構ですし、うんうん、まあ、そこは先生と先生でですね、うんうん、相談していただいて、うん、まあ、そのためだけにしないまで、うん、今の道路事情の中ですね、行かれるのもあれば、まあ、そういうことも可能に今はですね、うん、なっていますので、はい、というところです。はい、はい、今回は医療技術についてお伺いしましたが、その業務というのが多岐にわたる、ね、本当に大変な仕事なんですね。はいはい、あのこの今紹介しました臨床工学士という制度については、うん、昭和63年から始まった新しい、うん、国家試験の資格です。で、まあ、今後も医療技術の進歩に伴ってどうしても必要な、まあ、私たち病院にとってもそれから、診療する医師にとっても大事なパートナーだと思っています。うんうん、特に当院では佐藤臨床工学士が中心になって救急医療に対する初期治療ということで、うん、BLS とか ACLS というコースがあります。はい、うん、それも当院で独自に取得できるようなインストラクターの資格を持っていますので、うん、まあ、それについてはまた次回詳しくお伝えしたいと思います。はい、阿蘇医療センターだより、今回は医療技術臨床工学室についてご紹介しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。